こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今日はですね、僕の大好きなアーティストのワンオクロックのペーパープレイズという、彼の中でちょっと異色な曲ですが、解説していきたいと思います。足がね、ものすごくこう連打する曲なんですよ。でずっとキープする感じですね。一番最後のところ、こう8分、ここはちょっと分かりやすいのでちょっと叩いてみたいと思いますが、足の連打が多いです。これは僕の別動画を見てもらうと分かるんですが、こういうスライドって言って、スライドって言うんだけど、擦るんじゃなくてこう踏み替える。太ももを2回こうやってやるの大変なんで、太ももは1回だけど、この足首を使って2回体重をこう落としたいという、こういう練習です。で場所を覚えてっていう風に練習してもらうと、これゆっくりから練習していけば、場所を覚えれば、という具合に、踏めるようになると思います。こんな感じでですね、この足をちょっと全部踏むのは大変っていう方はですね、僕は16ビートっていうのは3種類しかないと思ってて、シンコペーションしないタイプ、8部でシンコペーションする、16でシンコペーションするタイプっていうのの、これは C に当たるので、要はタン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 ランタラタバラランタンタンで、この曲の雰囲気は出せるんですね。ただこれだとこんなに埋まってんのにスカスカなっちゃうから、まあ要は難しそうなとこをうまく間引くと、この2小節パターンか、もう前半だけでも全然いいんじゃないかなと思います。でこれぐらい踏めれば全然いいかもと思うし、実際僕はこの ABC の中で C のリズムの時は B は使いにくいんですけど、 A は使ってもいいので、もう初心者なんかは A でやってしまっても全然うまくいくと思うんですね。でリズムパターンがこれ、ハイハット8部から、最初はこの8部がなくなっても叩けるように、で16部音符がここに出てきますから、というふうに16になってもできるように練習しておきましょう。そうするとね、手がこう変わってくるだけで、すごい膨らみが盛り上がったり盛り下がったりできるからね。 C のところはですね、ちょっとややこしくて、ここドドンとってあって、ドッドドっていうので3連打が出てくるんですね。だからここはこう踏んで、もう一回これで押し込むんですが、これ3連打難しいんで、もちろんこれ抜いちゃって全然構わないと思います。でこの後このフィールから、要はのシャッフルにこう切り替わるんですね。でまあ、ここでライブではタカとこうドラムを交代したりしてるんですけど、こんな感じでシャッフルにして、でその後ハーフに、でその後はワンツースリーフォー、八分のノリに変わってると。そうすると最初はだったのが、だんだん短くパルスがなっていくということで、非常に面白いアレンジだなと思って取り上げました。フィルインもこの3拍フレーズになってて、バスドラとっていう風になってますね。これ非常に面白いです。で後半は手から始まってっていう風にやってます。これ最後フロアに、ここはフロアになってますが、ということはこれは3連のこのフィル
っていうのをもう最初から匂わせてるという感じですね。なので音の配置とかフィルインの配置、非常に頭がいいなって感じがしましたので、取り上げてみました。なので、この曲で、勉強できることってのはこの足の連打と、足の連打をやりながら手をいろいろ切り替えていくということと、でこの3連のフィルに切り替わる、でそこからハーフの練習して戻ってくる、結構てんこ盛りの曲でございますが、これ、譜面 PDF で、ダウンロードできるようにしておきましたので、メルマガ登録していただければダウンロードできますので、ぜひメルマガ登録まだの方はしてください。メルマガ登録されている方は、日曜日に、このダウンロードのリンクが送られると思いますので、ダウンロードして練習してみてください。以上でした。ありがとうございます。